ニューヨークワールドビルは、ニューヨーク市マンハッタンに存在した高層ビルである。設計は、初期の高層ビル専門家であるジョージ・ビー・ポストで、かつて存在した、新聞社ニューヨークワールドのオフィスとして1890年に、竣工した。そして、1955年にこのビルは取り壊された。ニューヨークワールドビルの建設は1889年10月10日に、 始まり1890年12月10日に完成した。住所は53から63パークローで、パークローと現在は閉鎖されたフランクフォートストリートの角にあたる。このビルは20階建てで、現在の標準的なビルでは16から18階建てに相当する。ニューヨークワールドビルは、その新聞社のオーナーであり、このビルを委託したジョーゼフ・ピューリザーの名前から、 ピューリーツァービルとしても知られる。ピューリーツァーの主要オフィスはドーム部分の2階にあり、そこから他のビルが通りに沿って見下ろせた。19世紀の間、多くの高層ビルが新聞社によってニューヨーク市庁舎のすぐ東のパークロー沿いに建設された。これは高層ビルの開発競争となり、世界一の高さが競われた。ニューヨークワールドビルの競争相手には EN。 リチャード・モリス・ハントによって設計されたトリビューン・ビル、ポッター・ビル、パーク・ロー・ビル、およびジョージ・ポストによる他の2つのビルセント・ポール・ビルと旧タイムズ・ビルであった。ニューヨーク・ワールド・ビルはこの競争に勝って世界一高いビルとなり、ニューヨークで一番高いビルの座を約5年間保持した。このビルは当時ニューヨークで一番高い建築物であったトリニティ教会の高さを初めて上回った。 また、1890年から1934年まで、同社が発行していた、ワールドアルマナックの表紙に使用されていた。このビルは一時、ニグロリーグの幹部である EN、ナットストロングによって所有された。ニューヨークワールドビルは、ブルックリンは C への進入道路を拡張するために1955年に解体された。ありがとうございます。